行け。隊長を見つけてくれ。回復したら私はストームヘブンの恋グリーン村に向かう。邪魔をする気か？オブリビオンの火炎を喰らえ。行け、しもべたち。切り刻む。
あなたが誰だか知らないけど、とにかく助けて。こんな格好で言うのは変だけど、信じて。私は罪を犯してはいない。地元の治安官はどうかしている。町は奴隷商人に攻撃され、私はそれに関わった罪で告発されたのよ。私は炎の騎士よ、マーラに誓って村を守るために派遣されたのよ。町に到着したのは攻撃のすぐ前だったわ。理屈に合わない。城では苛立ちが高まっていて、私は村を守るために派遣されたの。死者が先に到着しているはずだったけど、パスカル治安官は伝令を受け取っていないと言っているわ。来てくれて嬉しいわ。港にいる治安官と話をしてくれる？もし道理が通じないなら、アルカヤ城から来た伝令を探してみて。彼なら全部説明できるから。自由にしてくれればフレーム騎士団に貸しを作れるわよ。誰がそんなことをするのか見当もつかないわ。でももしそうだとしたら、アルカイア城のフレイム騎士団に伝えなければ。フレイム騎士団はブレトンに危害を加えようとする者たちからストームヘブンを守ると誓っている。でも我らの主要な任務は王家を守護することよ。当たり前だけど、上級王エメリックと北のアルカイア城に住むその弟ナサニエル公爵ね。その通りよ。いろいろな噂があるわ。宮廷には密偵、公爵夫人の暗殺未遂、城へ突入せよとの命令を受けたレッドガードの軍隊、フレーム騎士団の長ヒューズ卿はこの村の安全を確保するために私を使わしたの。フレーム騎士団はブレトンに危害を加えようとする。したわ。獅子の守護団がカムローンを奪還したそうよ。なんてことだ。奴らが全員殺した。あのデイドラの汚物が偵察隊を全員殺した。その後俺を引きずり出して悪夢の中に放り込んだ。バルミーナ、奴らはバルミーナと言い続けた。上級王エメリックにこの教団について知らせなくては。あの悪夢の魔法でデイドラたちがストームヘブンを混沌に陥れてしまうかもしれない。だがとにかく助けてくれて感謝する。回復したらすぐウェイレストに行くつもりだ。この天井の夢見人について王に警告しなければならない。何も知らないよ。だがいいことなはずはない。あいつらはあそこで悪夢のデイドラ子バルミーナを呼んでいるんだ。そして俺を眠らせて何かを召喚するとか言っていた。それが俺の夢に出てきたものだとしたら恐ろしいものだぜ。疑う余地はないね。俺はエメリック王の名前さえ耳にしたんだ。王やみんなに警告しないと。村の治安官に話したんだが、彼はあの奴隷商人たちの方が心配らしい。理解していないんだ。
あの連中はバルミーナを崇拝しているんだぞ。大抵の人が知っていることだけさ。悪夢のデイドラ校だ。バルミーナはひどい。しかし実際に崇拝している人間もいるんだからな。ホイグリン村は歓迎するが、今はちょっと失礼させてもらう。おしゃべりする時間がないんだ。村が奴隷商人の襲撃を受けている。もっと悪いことに、味方と思っていた連中の中に裏切り者がいるようだ。その通りだ。みんなが興奮しているのは、彼女が自分は炎の騎士だと主張しているからだ。実に見事な言い逃れ方だと思うね。だが私はそんなにバカじゃない。あの女のふざけた話を信じたわけじゃないだろうな。またしても都合のいい嘘だ。城からの伝令がここにいたが、私には何も言わなかった。奴隷商人たちが攻撃してきた時、伝令は倉庫のあたりにいた。あのおしゃれな服が目立ったのだな。奴らに捕まえられてしまったよ。私は素早く町の衛兵を組織して奴隷商人どもを追い払ったのだ。腰抜けどもめ。だが奴らは倉庫の中にバリケードを築いて閉じこもっている。兵糧攻めにしているところだ。伝令がまだ死んでいなければ奴らと一緒にあそこにいるだろう。好きにしてくれ。ただし衛兵の助力は期待するなよ。奴隷商人というのはネズミみたいなものだ。すぐに穴に逃げ込むが、追い詰められると猛然と反撃してくる。ダンマーが南から忍び込んできて、暗闇に乗じて攻撃したんだ。奴らは見張りを殺したが、警報は鳴らされた後だった。我々はすぐに対応した。私は何か落ち着かない感じがしていたのだ。だから我々は警戒を敷いていた。いい部下を数人失ったが、ダンマーはもっと失った。可能性はある。だがあの腰抜けどもの大部分は追い詰めて始末した。最後の一座素ほどが倉庫に籠城している。今のところ対策は奴らが飢えるまで待つことだ。だが伝令が生きているなら、奴らのところに捕らえられているはずだ。こんな怖いことなんて初めて。お腹が空いたの？不潔なダンマーの豚め、何を隠しているの？そろそろ来ると思ってたよ。公爵の使いか？こっちも公爵の個人的な伝令として働いている。何をグズグズしているんだ。
さっさと解放してくれ。治安官に伝言があったのさ。お前の知ったことじゃないだろうが、フレイム騎士団のヒューズ卿の命令を伝えるために使わされたんだ。伝言は治安官の耳以外に入れるわけにはいかないな。やめてくれ、頼む、教えるから。別にそんなに大事な秘密ってわけじゃないんだ。ヒューズ卿はちょっと真面目にやりすぎるところがあるんだよ。伝言はただフレイム騎士団のダビエンヌ卿が警備を手伝うためにやってくるという内容だ。いや、その機会がなかった。まず友人と話す必要があった。まあ必要はなかったかもしれないがな。とにかくその時奴隷商人たちが攻撃してきたんだ。それで縄はほどいてくれるのか。すぐに治安官と話をしに行くからさ。私が何をするのが好きかわかる？汚らわしい愚か者たちを全員ボロボロにするのが好きなの。でも治安官にはただ扉を守るだけだと言われてるわ。せめて奴らが飢え死にするのを眺めるつもりよ。この若者は生きていることに感謝しないとな。あまり自覚がないようだが。城からの伝言があるとか言っていたが、どうも何もかも都合が良すぎる。そうは思わないか？まだダビエンヌ卿を釈放するわけにはいかない。私の職務はこの村の安全を保障することだ。そして私の勘では、彼女は村を脅かす者に加担している。偶然が多すぎるのだ。村の安全を確保できたら問題を再検討してもいい。差し当たってはこの船をどうにかしたいところだ。奴隷商人たちが乗り込んでいるのだ。船長は連中に協力しているわけではないと言っているが、私は騙されん。船長は町の衛兵を送って甲板下の奴隷商人どもを追い払うよう頼んできている。明らかにこれは何かの罠だ。そんなものに引っかかる私ではない。それはない。たとえそうだったとしても、そんなことは私の問題ではない。私の職務はこの村に関するものだ。奴の船ではない。とにかく船長には船の向きを変えて海へ出て行ってもらう。それが嫌ならここで沈めてしまうだけだ。そうすれば奴隷商人の問題も片付く。そうすればいい。町に危険が迫っていないことがはっきりすれば、サラシ台にいるお前の友人の解放について話し合ってもいい。気をつけることね。長年この辺りの海を航海しているが、味方の港からこんな待遇を受けるのは初めてだ。部下たちが甲板で血を流して横たわっているのに支援を断られた。あの治安官とやらはろくでなしだ。それとも何か人が変わるような出来事でもあったのか？あのダンマーの豚どもと仕事をするぐらいなら砂でも食った方がマシだ。もう説明はしたんだがな、昨晩は暗かった。海辺の位置を示す部位がないのに気づいて俺は怒りを下ろしたんだ。奴隷商人たちは大型の船でやってきた。俺たちは不意をつかれたんだ。激しい戦いだった。奴隷商人たちは俺たちの10倍もいたからな。だが俺たちは一計を案じた。奴らを甲板の下に誘い込んで入り口を閉めたんだ。それでも多くの死者が出た。
この甲板にいる者だけが生き残りだ。頼む、助けてほしい。俺たちに手を貸してくれないか。ああ、もちろんだ。大腸を渡そうと言いたいところだが、残念ながら甲板の下にある。それで俺は治安官にダンマーの犬どもを排除するために手を貸してくれと頼んだんだ。だが拒否されてしまった。残念だが、これについては手詰まりだな。勇気のあるやつだな。無鉄砲と言った方がいいかもしれんが、気に入った。身の安全は保証できないが、止めはしない。もし本当に大腸を持ってきてくれたら、俺はこの恩を決して忘れない。船長はまだ立ち去ろうとしないのか。よし、じゃあ荒っぽい手で行こう。残りの衛兵たちを全員召集する。船の台帳を持っているのか。船長は甲板の下でなくしたと言っていたが、ではこれを調べてみなければならんな。だが正直なところ、これが何かのはっきりした証明になることはあるまい。ダメだ、すまないが、そんな危険を犯すわけにはいかないのだ。夢に見たのだよ。奴隷商人、船、騎士、全員グルなんだ。あの鍛冶屋の女だってそうだ。彼女は古くからの知り合いだというのに。そう、鍛冶屋の寂しさもだ。信じてもらえなくても構わん。村を守ることが最優先なのだ。そのためには武器がいる。寂しさはその供給を拒んでいるのだ。あの女を逮捕してしまう以外に方法はないではないか。せっかくだが、それはやめてくれ。最初は客観的な態度は良いと思ったが、だんだん意図が疑わしくなってきた。ただ町を去ってくれればそれでいい。自分が何を言っているのか理解していないようだな。演習鏡だと？私が見たものを見ていれば。夢に見たんだよ、細部に至るまで全てな。それが全部偶然だとでも言うのか。そんなはずあるものか。
もしパスカル治安官の命令でここに来て火事場を開けろと言うなら、そのまま振り返って出て行って。あの男に命令する権限はないし、あいつの魔女狩りのために武器を提供するつもりもないわ。私を逮捕？あの間抜け野郎、あんな男に朝食を作っていたなんて。彼は一体どうしちゃったの？まず最初に炎の騎士を逮捕して、今度は私？何年間も友達だったけど、とある晩、まあ詳しく言わなくてもわかるわね。付き合って 1,2 ヶ月は良かった。そうしたら彼から急に別れを告げられたの。話し合うために彼の家に行ったけど入れてくれなかった。まるで私が裏切ったかのように彼は振る舞ったのよ。そうなの？彼には睡眠障害があったわ。実は変な教団のメンバーが彼の家を出ていくのを見たことがあるの。天井の夢見人よ。これと何か関係していると思う？彼らのことはあまり知らない。デイドラ校に仕えているとか、おかしな人たちよ。誰かが北の丘でその集団を見たらしい。それに治安官を訪ねた者もいた。それしか知らないわ。いい考えね。パスカルがなぜこのような振る舞いをしている理由が見つかるかもしれない。彼は彼らしくない。他の町の住民に話してみる。態度の違いに気づいている人がいるはずよ。何をしたんだ。誰か助けてくれ。魂は我のものだ。安心しないとはどういう意味？奴隷商人の仲間に哀れみを見せるべきだと？信じているのか？彼女は炎の騎士だぞ。奴隷商人の仲間のはずがない。ではどうして彼女は治安官に投獄されたの？答えられないでしょ。どう？ただでは済まないぞ。治安官が投獄した理由はわからないが、何かがおかしいということはわかる。
町のほぼ全員がパスカルは変だと思ってるみたい。衛兵たちもよ。行動を説明する手がかりは見つかった？ああ、かわいそうなパスカル。なんてことを。一つだけ確かなことがあるわ。彼の邪悪な告発を止めなければいけない。確かに私が言ったように町の衛兵も異常に気づいていた。彼らには準備をしとくように伝えたわ。多分パスカルを拘束しないといけない。仕方ないわ。嫌な仕事は早く終わらせるのが一番。さあ行きましょう。首が痛い。こんな痛みを感じるのは久しぶりだわ。でも自由になれてよかった。状況は思ってたよりずっと危険だったわ。期待以上の活躍をしてくれたわね。どれだけ感謝しても足りないわ。私が一番喜んでいるわ。本当よ。村の警備を取り仕切らないとね。奴隷商人もうろついてるから忙しくなりそうだわ。でもその前にマッサージでもしてもらおうかしら。人々は気づいていないかもしれないけど、あなたはこの町が混沌へと崩れ落ちるのを防いだのよ。アルカヤ城にいた話はしたわね。城は今大変なことになってるの。あなたならなんとか状況を変えられるかもしれない。念のためリストを渡すこともできるけど、私の心配は一般的なことよ。城の内部にはアサシンと密偵がいるという噂があって、私が去る時にはレッドガード軍がそっちに向かっているという話を聞いたわ。いい質問ね。私たちはみんなダガーフォールカバナントの一部でしょ。嘘の報告かもしれないわね。いずれにせよ行ってみて。到着したら伝令のコーディアーと話をして。あなたのことは彼を通じてナサニエル公爵に伝えてあるわ。あの女にはやっぱり何か怪しいところがある。大きな声で言わない方がいいぞ。そこでと毎日こんな型破りのならずものを捕らえられるわけじゃない。あなたから罰金を取れるなんて名誉なことだわ。彼を倉庫に連れて行け。奴隷商人に引き渡すんだ。本当にありがとう。もう行っていいわよ。まともに話ができるようになったらすぐあそこから出してあげたい。かわいそうなパスカル。まるでぶっきらぼうな子供みたいな振る舞いをしてたけど、あれは邪悪な呪いのせいだったのよ。やりたくはなかったが、やらなければならなかった。彼が正気を取り戻したら全部許してくれるといいが。正気を取り戻したらの話だが。我が友よ、これを許していいのか。無実の人を告発したんだ。自業自得だ。言いたくはないが、こっちの忠告を聞くべきだったな。治安官が教団に洗脳されていても構わないわ。あの女にはやっぱり何か怪しいところがある。大きな声で言わない方がいいぞ。治安官の隣にはもう一つ晒し台がある。最悪、最悪だ。